小形の木は木蓮華小形の貴族の常緑鉱木。日本に自生する木蓮花では唯一の常緑樹である。別名小形、ま、時は拳。大形馬の木と呼ばれる正月の飾りは別の種類の木。葉はトーラン状大円形でやや肉厚の角質。表面には強い光沢がある。2から4月にかけて方向の強い直径3センチメートルの花冠が 大光白色で基部がやや光子色を帯びた花を枝の先端近くの溶液につける。通常樹高は10から15メートルの高木であるが、樹齢数百年を絵した木には20メートル以上に達するものも少なくない。また、ミカドアゲハの植樹としても知られている。日本列島の本州の関東中南部伊勢と四国の海岸部、九州の低地、南西諸島に分布し、 原名変種は日本固有。八重山には台湾大型刀があり、この種は台湾、フィリピンにも分布する。ただし別種とする判断もある。日本では中国原産の唐種大刀が,が栽培されることが多く、大間の木よりも出会う機会が増えている。和名は浸透思想の招き霊から添加したもの。和歌、俳句の季語にも用いられる。 高神樹の字は本来御用である。日本神話においては、天照大臣の天岩戸隠れにおいて、天岩戸の前で待った、雨の渦め命が手にしていたとする説がある。榊の自生しない地域を中心に神前に備える、玉串として、古くから代用されたり、神木とされて、神社の神域などに植栽されている例が見られる。日立の宮正人神皇のお印であり、 宮崎県高千穂町や三重県伊勢市などが町のシンボルとしている。ケマリアサッカーの神様として有名な京都市上京区の白峰神宮には樹齢800年のものがあり、京都市天然記念物に指定されている。大賀玉の木は新年の飾り。邪気を払うために1月14日の夜に門前や門松にクルミやネムの木の枝を飾ったもの。新年の季語。 ありがとうございます。